はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルにようこそ、豚猫です。バットの続きをやっていこうかなと思います。先ほどよりも、画面をちょっとでかめに用意してみました。どうなるかはやってみないとわかんないですね。もう、多分、キャラクターが誰なのかは多分見えてないと思うんですが、これで島は見やすいんじゃないかなとは思います。どうしてもね、僕のね、動画はですね、小さくなりやすいので、というかこのゲーム自体がね、結構細かいので、なんというか、こう、全体表示で見ることが多いんですけど、これを、まあ動画にしちゃって YouTube とかで見ると、小さい画面で見ると、さらにね、兵士たちが小さく見えちゃうので、なるべくね、こんぐらいの大きさでやりたいぐらいかなっていうので、ちょっと、画面を大きくしてやっております。まあ、その関係上、ちょいっとね、画像が荒いかもしれないんですが、まあ、その分、多少はね、キャラクターはよく見えるでしょう。ということで、編成決定でやっていきたいと思います。さあ、ここにいるぞ。こんぐらいでこう、離しちゃってね、どっから来るかって見てるときにね、またこれがスマホとかで動画を見るとね、全く兵士が見えないんだわーっていう。こんななのに来るのが、9兵って。ちょっと、これはないんじゃねえか？これはないんじゃねえの？ありえねえべ。この配置はありえねえべ。私は弓が来るんじゃなくて、なんかもうちょっと盾の兵士とかが来ると思ったんですけどね。いやー、そうやっていただけるとすごい戦いやすかったんですけどね。さあ。上陸とついでに上がってくるでしょう。で、上陸してくれたので、畳みかけましょう。畳みかけろー、畳みかけろー。まあ、どうしてもね、やられちゃうんだけどね。カウンターが、おっと来たね。ついに出てきたな。ついに出てきたな。数が多いのは誰だ？こっちか。こっちか、こっちだな。よし。盾持ちなんですが、盾を、こいつらに向かわせると、非常に相性が悪い。後ろは？来てる？来てないね。うっそ、そんな来んの？弓が欲しかったな、やっぱこういう時は。押し切られるかもしれない。とても素早くて、なおかつ、カウンターが得意っていう、属種、兵種というか、とても脅威ですね、彼らは。あの兵士の特徴はね、その、フットワークというか、なんだ？フットワークといったらちょっと変かもしれないな。まあね、移動が素早くてカウンターが得意なので、普通に盾の兵士と戦闘をさせると、ほぼほぼ瞬殺に近いのかな。とりあえず、一歩前で、やらせてみるか。さあ、来ましたよ。来ました。来ました、来ました。さあ、どうなる？おーい、いいぞ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 。
さあさあ、どんどんアップグレード、アップグレードしていこう。アップルグレードじゃなくてアップグレードね。下も魅力的だけれど、ここはね、結構いいですよ。けど、ん？ちょっと待てよ。ちょっと覗くだけ覗いてみていいですか？なんだこりゃ。空洞が多いな。なんだこりゃ。え？うわー、これ見にくいなー。やめましょう、やめましょう、やめましょう。マップへ、マップへ。こんなのは戦えないっすよ。なので、次はここ行って、アイテムをゲットして、で、こう行って、こう下に、ずいずいと行く感じかな。よし。次のターン、ゴー。で、ここが取りたいので、ここに、ここに行く？ここ取って、ここ取って、こう行くって時間あるかな？まあ、別にそんな焦る必要もないしな。まあ、なんだ、全島制覇クリアは今目指してないのでね。もう結構序盤の段階で、クリアできてないので、この辺とか。先に進んじゃってるから、ここ取ってからでもいけるのかな？で、23ラインで、ライン的には、いけるのかな？行ってもいいけどっていうとこだな。どうすっか。でも先に進める選択肢が増えるから、ここ行っといた方がいいな、やっぱな。ここにしよう。はい、OK でーす。ベストメンバーですね、今のところこれらが。本当は弓が欲しいんだけどね。もう来てるねー、彼らが。ほい。後ろからは来てないけど、とりあえずここにスタンバっていてもらおうかな。よーし、下がれ。よし、いいでしょう、いいでしょう。なかなか、幸先ですね。どこに上がってくるのかな。弓が欲しいな、弓が。えい。ここ、挟む。お、一歩前に出た方がいいかな。一歩前。よし。これには勝てないでしょう、さすがに。いいね、いいね。いや、強い、強い。それでは、ここに来てもらいまして、準備をしてもらって、突進で一網打尽にする戦法でいきましょうかね。はい。まあ、念のため上に行かれちゃった時のために、ここにスタンバって、スタンバって、よし、突進。準備。なんかたまに弓の矢を引く音がね。弓の弦か。よし、今だ。あ、弓が来た。まさか、そんな遠いところに弓を
矢を射るための準備の音が聞こえてるってこと？見えないな。よしよしよし、上がってきたら畳みかけるために前へ前進。前進だ。で、そうだな。飛びこけで。よし。行け。さあ、いいぞ。おっと、次は？次全部立てね。はいはい。待って、ここはここで、こっちは上がってもらおうかな。いや、上がったら危ないな。後ろを守らせよう。ケツを守らせよう。よし、いいね。いいよいいよ。ああ、どんどんベテランに近づいて、エリートか。次は。次はエリートのランクだね。よしよしよし。はい、次のターンへ。で、ここを占拠して、もう次はこっちかな。いや、違うな。下だな。下行って、仲間助けてかな。そうだね。そうすると、ギリギリになるのか。アイテムも欲しいけどな。33で行ってみる。ちょっとそれは厳しいかな。ちょっと厳しいかな。33だと。33だとちょっと厳しいかな。やっぱ仲間はね、手に入れてもいいんだけどね。別に今それでもないしって感じもするしな。全員エリートになっちゃえばね、問題ないから。よし、編成決定。で、なるべくね、アイテム持ち、いいアイテム持ったやつをどんどんエリートにさせていきたいからね。さあ。何が来るかな。はいはい。さてと、誰もやられずに勝ったぞ。なかなかやるじゃないか。
後ろは来てないね。よしよし。大丈夫か？無事か？後ろ来るだろう、これ。違うね。彼らを。よし。上がってくるところに。縦の場合はね、横に抜けるってことがそうそうないから。おっと、横に抜けられた。行ってるそばから横に抜けられちゃったよ。下がれー、下がれ、無理はしなくていいぞ。はいはい、ここは任せてこっちで対応しちゃおうかな。あ、後ろから来てる。後ろ行ってください。間に合うかな。よし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 。で、次は、そうだね。やっぱあれかな、縦が重いのかな。おっと、後ろから来てる。まあ、一人じゃな。一人じゃ別に、一名失うだけだから。戦いで少数以下は切り捨てた。お、間に合うんじゃね、もしかして。赤ー、間に合えー。間に合わないかなー。頑張れ。あ、無理だったー。1名犠牲になりましたね。おっと、これはなんだ？どうしよう。どうすればいいか。こんなんかな。こんな感じかな。よし。おっ。なかなかいい戦いだったな。まあ、イージーだしな、これ。お、やったね、指輪だ。これで、OK。まずは盾。いや、案外な、案外、ベテランの盾でも、トマホーク投げてくる連中には結構いい、威力が発揮されてるので、このままでもいいかな。じゃあこっち。
さあ、どうしようかな。上っ側見えてないんだね、これね。まあね、アイテムが欲しいから、どのみちこっち行きたいんだけど。次は上かな。上でしょう。ねえ、ほんと弓が欲しいんだよな。だから下で助けて、もし弓がいたら弓が欲しいってとこなんだよね。ここよりこっちの方があれか。弓が欲しい、俺は。はい、エリート。ここで弓が出てくれればっていうのを期待して、一回ここチャレンジしてみるか。ああ、そういえばこんなんだったな。すっかり忘れてた。これどうなってんの？ここ上がってこれる？上がってこれるね。これ浜辺で撃退しないと途中からはわけわかんなくなっちゃうステージだな。この島、難しそうだな。こういうとこはね、弓が出てくるよねー。どの道2箇所しか上は上がってこれないわけだし。見やすい位置、見やすい位置。それではですね、こう挟んで。上行きやがった、あいつ。まあいいや、別に。ほっとけ。で、こっち側は出てきたから。来るのを見て、今だ。これは案外下げて。一網打尽にした方がいいのでは？団体客のお越しでーす。今だ。
次は？おお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 
とどうしようか、これは。これ後ろ下げて、これでいいら。これで大丈夫だら。ちょっとまずいぞ。上がってくるところが危ない。下がる。浜の手前はね、開けておかないとね。なんか念のために。お、危ない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 。おお、危なかったー。ほんと、一人でもね、通り抜けられちゃうとね、ほんときついからね、あいつは。で、覗いてみましょうかね、ここを。こちら？あ、剣。剣の兵士いらない。またー。あー、ちょっとお見せできないのが、お見せできないよ、頭が。あー、側頭部がちょっと薄い感じの体調がいる。ひげは生えてるのに直頭部が薄い。絵面としてはなかなか面白い人がいたんですけど。見なかったことにしよう。弓が欲しい。じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかな。まあね、イージーのね、ゲームをそのまま上げてってもしょうがなかいいっていう感じもするんですけど。まあ、このゲームね、終わらしちゃったら次はハードモードにチャレンジしてみようかなと思うので、そしたらまたね、ぜひともね、チャンネル登録は、まあ、していただいても構わないんですけど、してもらえると嬉しいかなってぐらいで、今回の動画はこれで終了しまーす。ではまた次回の動画で。もしかしたら次始めるときはね、もう結構最後の戦いまで行っちゃってるかもしれないですね。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。